富山小太郎12月28日から1972年8月23日は日本の物理学者、理論物理学を専門とした東京物理学校、早稲田大学の各教授である。その著作や科学編集主任としての活動を通じ、現代物理学の紹介者、解説者であった。福島県北方町に生まれる。幼児に父が日露戦争で戦死し、 母の養育を受けた。母方の祖父は、北方事件の中心人物の一人で、後県会副議長を務めた中島智八である。合図中学4年修了、二校理科校類を経て、1925年3月に東京帝国大学を卒業。堀内敏夫は二校、中谷浮一郎、三井石岩を、和田墨夫は理学部物理学科の同級生であった。 同年4月から翌々年3月まで松本高校の講師、教授を務め、物理学を担当した。松高寺任後の富山は、東京帝大文学部で哲学を調講し、また理科学研究所の高根と潮研究室を訪問するようになる。1930年4月に東京物理学校講師となり、6月には高根県職宅を兼務する。高根県の同僚には、 スカタローラがおり、真空死外分光器を用いた原子に原子分子の研究が行われた。この時期に、量子論における可逆性、非可逆性の問題についてを発表。この論点はその後に発展を見せるが、発表された時点では出色の論文であった。1941年4月に東京物理学校教授となり、 太平洋戦争中に国防理工学園が電波科学専門学校を創立するに際しては、ただ現一とその準備を行った。1944年4月の開校に際し、富山は東京物理学校を辞職している。電波科学専門学校では理科系だけでなく人文、社会学系の教育も実施され、並木幹夫によれば富山は 同校教育の中心的存在であった。翌月以降、岩波書店が発行する科学の編集者としても活動した。戦後、電波科学専門学校は、東海科学専門学校となり、富山は学生寮で学生らと共に生活し、1948年3月まで在職した。翌月、第1話世田高等学院の講師となり、翌年には、 第一理工学部講師に移る。1951年以降、科学編集主任としても活動し、1958年には理工学部教授となる。理工学部の一般教育理科主任であり、1965年の物理学科創設に貢献している。富山は、総大理工学部物理学科の初代主任教授でもあった。富山の物理学上の関心は、 その基本的疑問と全体構成に向けられていた。その著作で代表的なものは現代物理学の論理であり、古典物理学から出版当時の現代物理学の重要問題を解説したものである。専門が細分化していた物理学界において意欲的な著作であったが、並木や橋爪な月に批判を受け、富山自身も欠陥を辞任していた。 1972年、富山は全面的な改定作業を始めたが、その急性によって未完に終わっている。日本の文工学の祖とされる、東京帝大教授、学士4師匠を受賞。父は、高根秀夫。筆者の上坪行動は、東京大学原子核研究所教授を務めた、理科学研究所特任顧問。並木美幹夫。 富山小太郎先生を痛む朝永新一郎、富山さんの思い出玉虫文一、富山小太郎氏への追憶。ありがとうございます。